ももどうしたの？花嫁衣装なんか着て。私たち結婚するの。え、あ、僕たち。おかしな君丸。あ、いや、だっていきなりだから。どうも、嬉しいよ。何言ってるの？私が結婚するのはここにいる高見さんよ。どうも、高見です。なんだって？水神の妻となって湖を守っていくの。子供は最低でも16人は欲しいんだけど。まあ、高見たら多すぎる。待って、そうかな。行かないでくれ。ママママ、ここは牢屋の中だ。どうして牢屋なんかに？お前が暴れたおかげで捕まったんだよ。一人で飛びかかっていくんだもん。当たり前よ。たく、あっけなく気絶しちまいやがって。タンコブ痛いですか？あ、で、あ、つった。いや、これくらい大丈夫だよ。それより、モモは？みんな、見て見て見て！おお、モモ、その格好は？やだ、もう花嫁衣装なんか着ちゃって。ももちゃん綺麗です。もーもー、今の君までにはちょっと刺激が強すぎるわね。実は高見さんと結婚すればみんなを助けてくれるって言われて。え、本気かい？もちろんお芝居よ。だから今は。おお、花嫁はこんなところにいたのか。もうすぐ儀式が始まる。一緒に来るのだ。あ、すみません、みんなにお別れを言っていたんです。そうか、早くするのだぞ。はい。もう僕らのためにこんなことに。君丸、みんな助けに来てね。もちろん、必ず助けに行くよ。私待ってるから。もういいだろ。さ、祭壇へ行くぞ。高見が待っている。はい。待ってるってよ。モモ、みんな早くここを脱出しよう。でもどうやって？よし、私に任せて。苦しい。ああ、ねえ、ちょっとそこのお兄さん。なんだ？急に胸が苦しくなっちゃって、ちょっとさすってくださらない？何？ねえ、早く。おお、待ってろ、みんな。はい、ご苦労すんな。よし、みんな外へ出るぜ。ありがとう、猿吉、吉姫。ちょろいもんね。結婚なんかさせるもんか。今行くよ、ママ。あ、君丸様。ああ、行っちまいやがった。しょうがないわね。これからどうしましょう。まあ、ももは助けるとして、高見さんの彼女の聖女さんだっけ、彼女にも知らせておいた方がいいんじゃない？そうですわね。おお、あの気の強い美人の姉ちゃんか。よっしゃ、その役引き受けた。ちょっくら行ってくるわ。あ、サルキチさん。うん、たく男ってやつはどいつもこいつもしょうがないんだから。これからどうしましょう。とりあえず早いとこ外に出ましょう。はあ、水神になって結婚か。あ、あんなところに。高見さん、ここにいらしたんですね。ちょうどよかった。あんたに言いたいことがあったのよ。あれ、君たち捕まったはずじゃ。いいのよ、そんなこと。それよりこれからあんたどうすんのよ。そうなんだ、僕水神になって結婚しちゃうんだよね。水神はともかく、親に言われるまま結婚なんて情けないと思わないの？聖樹さんとはどういうご関係なんですか？僕たち幼い頃からずっと仲良しで、いつか結婚できたらいいなって思っていたんだけど。高見さんは聖樹さんのことが好きなんですね。
だったら話は早いじゃない、はっきり言えばいいのよ。でも父上が許してくれなくて。水神様になるんでしたらもっとしっかりしていただかないと。でもああもうイライラする。親父が怖くて好きな人一人守れないような男なんて、男として生きる資格なんてないわ。あんたが本当に男ならガツンと生きなさい。わかった、父上に言うよ。僕は聖地と結婚したいんだ。そう、その調子その調子。さあ参りましょう。高見はどこに行ったんだ。もうすぐ日没だぞ。ママ、君まで。なんだ、なぜあいつがここにいる。おい、取り押さえろ。おとなしくしろ。あら、